本日のレシピはコンビニアレンジお手軽よだれ鶏です。うまい。こんばんは、なりです。簡単で美味しいは正義ということで、本日もやっていきましょう。まずは材料紹介から。本日の材料はこちらになります。それではやっていきましょう。レッツワンワン。はい、それでは早速やっていきましょう。今日はですね、コンビニ食材簡単アレンジということでですね、よだれ鶏を作っていきたいと思います。まずはこちらの器にタレを作っていきます。最初がお水、お水を大さじ1杯入れます。続いてお酢、お酢も大さじ1杯入れます。続いてお醤油、お醤油も大さじ1杯入れます。続いてごま油、ごま油は大さじ半分入れます。次に白ごま、白ごまも大さじ半分入れます。続いてラー油、ラー油は小さじ1杯ですね、小さじ1杯入れます。続いてオイスターソース、オイスターソースも小さじ1杯入れます。続いておろし生姜とおろしにんにく、こちらもそれぞれ小さじ半分ずつ入れます。で続いてはちみつ、はちみつも小さじ半分入れます。はちみつの代わりに砂糖でも大丈夫です。砂糖の場合は小さじ1杯入れてください。で最後に山椒、山椒はお好みで入れるようにしてください。好きな方はね、小さじ1杯とか入れちゃってもいいのかもしれないですね。そしたら混ぜます。はい、これでよだれ鶏のタレは完成です。あとは食材を切っていくだけです。はい、それではまずはこちらきゅうり、きゅうりをカットしていきます。きゅうりはですね、軽く洗っていただきまして、両サイドは切り落とします。そうしましたらこんな感じで斜めにスライスしていってください。全部斜めにスライスしましたら、こんな感じで横に並べていただいて、端っこから細切りにしていきます。そうしましたらこんな感じでお皿をご用意していただきまして、こちらに盛り付けていっちゃいます。この上にチキンを乗っけるので、ちょっと平ら気味に盛り付けていただければ OK です。こんな感じですね。はい、それでは続きまして、こちらのサラダチキン、今回はスーパーで売ってたサラダチキン買ってきたんですけども、コンビニとかでもね全然売ってるものになりますんで、そちらをご用意していただきまして、あとはこの子たちをスライスしていくだけですね。こんな感じで斜めにスライスしていっていただければ OK です。はい、スライス OK です。そしたら先ほどのきゅうり用意していただきまして、その上にチキンを並べていきます。こんな感じですね。ざっくりで大丈夫ですよね。とりあえずきゅうりの上にチキンを乗せていきます。あとは先ほど作ったこちらの特製ダレを上にかけたら、上にかけたら、じゃじゃーん、完成です。コンビニアレンジお手軽よだれ鶏です。そしたら早速食べていきたいと思います。いただきます。今日は初めてのアレンジレシピということでね、めちゃくちゃ簡単じゃなかったでしたか。結構最近ね忙しい方も多いと思うんで、こんな感じサクッとおつまみ的なものを作れたらいいんじゃないかなと思ってやってみました。それでは早速味の方はどうなってるか見ていきたいと思います。チキンとキュウリを一緒に掴んでいただきます。
うまい。これはうまい、めちゃくちゃうまいっすね。間違いないうまさがここにあります。うん、キュウリだけでもうまい、鶏だけでもうまい、2つ食べたらめっちゃうまい。これはいいっすね、簡単だし。お酒好きの人はもうこれだけで結構もうハイボールとかグビグビいけちゃう感じだと思います。結構ピリ辛に仕上がってるんで、辛いのがそんな得意じゃない方とかはラー油を控えめに入れていただくのがいいかなとも思いますし、もっと味濃くしたいよって方は最初のお水あれなくても大丈夫です。僕はこれぐらいがすごいちょうどいいんですけどね、まあ、ちょっとやってみていただいて薄いなって思ったらこの上にまあ醤油とかけていただくのが一番いいかなと思います。はい、それでは本日はアレンジレシピ、コンビニやスーパーのサラダチキンを使ったよだれだりを作らさせていただきました。本日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた。アレンジレシピリクエストあればいつでも言ってね。